どうもゴッドフィールドボットです。先日ね、対戦動画を出したんですけど、その中にこんなコメントをいただきました。ゴッドフィールドボットは勝ってる時より負けてる時の方が面白いよな。ブチ切れちまいましたんで、今回は私が勝ちまくっている動画をお届けしたいと思います。意気込み、それでは早速対戦動画の方へどうぞ。さあ、ハイパイはまずですね、まずかな。これは、まあ、ハイパイの視点から結構ね、ある程度僕は戦略を組むことが多いんですが、それはですね、これは、やめろよ。おい、やめろよ。オッケー、怒らなくて済みました。なんとか怒りを抑えることができました。はい。店長からのご厚意で疾風剣をいただきました。これ通ったらほぼほぼ強いぞ。さあ、これね、時刻は、はい、ここね、匠の技。まあ相手ね、これ攻撃カード多いかもしれないんですが、ここで強カードを引いていくことによって引けない。なんじゃこれ。まあここでね、早めに手札を回すことによって、まあ防具の少ない相手を上からしっかり叩くことができるっていうメリットがあるんで、風払ってくる。オッケー、ハチェットから。なんとかここで仕留めていきたい。なんとかここでオッケー。さあ、14点で、相手も風前の灯火ですね、これ。まあ、ロマンスワーラーから、ただスマイルの花から行って、あれですね、解放を呼ぶとかいう手もあるんですが、まあ、今回はしっかり勝ちを揺るぎないものにしていきたいんで、まあ、ワンドとかにもね、気をつけながら、結構持ちポイントしっかりと調整していきながらですね、ながら、財宝ループはめていきたいかなと思います。これまた、おもんなゲーミングになっちゃうんですけど、いや、まあ、大体あると思うんですけど、ここは8残した方が、地獄のハサミが単体で受かるようになるんで、まあ、これはね、10% ぐらい通る可能性があるんで、相手の運が最悪であれば、可能性はあるんで。まあ、ここから負け筋を消していきたいですね。持ちポイントは結構余ってるんで、ここは防具を温存していきたいかなといったところです。で、相手の攻撃カードがなくなってから解放一発振ってもいいですね。おげいや、さ、それは、まあ、鎌単体で受からせる必要がそこまでないんだけど、この辺も調整しながらね、とりあえず、アウン入れながら、崖土とかで。あとは、あれですね、アウン入れておくと、おい、これは、すいません、またなんかやってしまったようですね、うちの死神の鎌が。はい。うちの死神の鎌がまた何かやってしまったようで。はい、大変申し訳ない。止められていく。まあ、ウル素材としても残しておいてもいいけど、それはエンゼルの帽子で受かってるんで、なんか知らんうちに防具が薄くなってしまったんだが、成人男性が陥りがちな、知らんうちに髪が薄くなってる現象に苛まれてます。いいよー。ああ、吸収はね、これ吸収は負け筋になるんで打たない方がいいですね。相手の弾くとかがあった時に岩から打っていく方がしっかりと、おっと、まあ、ただこれは岩からですね。まあ、売り返しも悪くないんですけど、相手の両替見てからでも間に合うんで。ういやー。まあ、振っていくかどうするかですね。今のノータイムだったんで、吸収打ちも悪くない。吸収打ちもまあ悪くないんだけど、あんまりメリットもないんで、相手に変われるぐらいかな。きついのは。ハートの雫。さあ、こっからは押していきたい。とりあえず、もう一回財宝で作って、持ちポイント作って、ファイナル牙。止めながらですかね。まあ、打っていきますか。これ以上ウルがないことを祈りながら。いわー。さあ、これが怖いんでね。吸収は打て字だったんですが。止めざるを得ないですね。これは。体力30切っちゃうんでね。それは、あと、待てよ。どっちからいい？いや、熱狂仮面用に残しておくのも、また一強ですか。こじらせてもね、すぐ、相手追撃ないと思うんで、ランダム剣、いいよ。止めながら、どうしようかな。ここは2枚ドローしていく可能性も、まあ、全然、可能性の獣なんですけど、とりあえず岩でいいかな。オッケー。いいよ。買う。ねえ、熱狂仮面。これは買って、買わないか。なるほど。買わない。どうしようかな。まあ、汗ラジで貝殻から行くかどうか難しいんですが、貝殻は普通に相手が精霊持ってなかったら見てからで間に合うんで、そんなに急ぐ必要はないかなといったところですね。420。これ、ウル仕掛けようかな。なんでここでウルなのかっていうと、まあ、適当にそうですね。持ちポイント。この後のウル、
金のコンボ引きとかまで受かるのがすごいいいのと、 OK で、4320、まあ、これぐらい振っておけば岩岩岩とか九州九州からウリとかも受かるん でこの辺でそうですね、祈るが来たんでここはもうあのこれ以上ねダメージを受けないようにしっかりと、はい、祈るよ。この瞬間がゴッドフィールドやっていて、はい、ゴッドフィールド預言者であることを実感する瞬間ですね、はい、今ね4時半なんですよね朝のバカでしょ、4時半にこれマッチングしてる相手もバカですよね。さあ全切りかな、うん全切りですね、どうやら全切りですね。でここステル入れるかどうかが非常に難しい、うーんですよ。まあこの辺から切っていこうかな。ただあんまり切りすぎると相手のカウがね結構ビンビンに、まあ今はねあのお金ないんでいいんですけど、相手のカウが結構効いちゃうんで、いや10風か、風は嫌だね嫌だね。まあ一応打っときますか。別に月光の鎧もあるにはあるんですけど、まあ鬱陶しいんでしっかりと締めさせていただきます。で2枚ドロー、はい、美しい。これね、先ウル展開することによって、相手からのウルも、まあまあ、ケアできてるんで、しっかりと、ここは締めていきたいですね。さあ、はい、ウル、大丈夫でーす。受かってます。で、どうしようかな。これ、どっちにしろ3発で仕留めきれないから、岩で押していく形式、岩4発が一番良さそうですね。うん。ダメージ効率的にはね、岩の方が一番いいんで、買う。オーケー、まあ、解放はいいです。解放は月光の鎧以外は、全然。受かってるんで、さあ死へのカウントダウン、滅びの歌始まりました。ここしっかりと取っていきたいな。いいよ、岩買う。最高の雪合戦の始まりです。ここしっかり止めていきたいですね。仕留めていきたい。そしてあー、いやーこれ受けでもいいか。なんか万が一のないと思うんですけど、なんか万が一の相手の滝精霊とかないと思うけどね、ないと思うけど、かなり低い確率なんですけど、まあただここういいよ、あまあまあこれはお相手狙ってきましたね。ただこれね1枚残しておくことによって両替から安心して吸収などを打てるんで、まあ、1枚残しておいてもいいんじゃないかなと思います。エンタさん対戦ありがとうございました。はい、神ゲーです。ありがとうございました。これどうしようかな。いくつか考えられる方式あるんですが、買うから行くか、絶景から行くかなんですよね。絶景から行きますか。これ絶景で相手の防具削、まあ、印象を軽く見させていただきまして、いやー、危ねえ、相手も犯罪者。相手も、こっちも犯罪者だし、相手も犯罪者。これ12なんですけど、どうしようかな。買うから入るか。やっぱりカード減らしといた方が良かったですね。ちょっと最初、初手買うの方が良かったかも。ちょっとまどろっこしいことしちゃいましたね。今狙ってることとしては、まあこれから見せるね。とりあえず買うから、ただ、オッケー、パワーハルベルト、クソしょうもないギャグを4時半にこの一人でね、机に向かって言ってる自分の気が知れないんですけど、これ受けか。大丈夫。プチサターンまで受かってる。滝は全部受かってる。まあ、貝殻があったら、多分ここで切ってくるん。おい。神スルーありがとうございます。神スルーありがとう。いいね。まあ、これは神の剣をもちろん予期していたわけではなくですね。この後の、まあ、この地獄のハサミが受かんないと、ほぼほぼ負けになっちゃうんで、この地獄のハサミの相手の反射に対して、しっかりとケアをした形になります。さあ、これ気持ちいい。脳汁出まくりました。はい、対戦ありがとうございました。クーちゃんさん、対戦ありがとうございました。うん、打って変わって、結構ベーシックな手札ですね。まあ、初手は特にやることがないんで、前回いただいた、さっきの、OK! 財宝はこれ、噛みすぎる。これは噛みすぎる。まあ、財宝固定からですね。まあ、前回いただいたコメントでも呼びますか、噛みすぎる。あー、この世界は美しい。ネジキの音楽いいですよね。はい、ネジキの音楽、バトルフロンティアですね。バトルフロンティアのね、曲は僕がめちゃくちゃ好きで、なんか、なんですけど、意外と、ポケモン実況者とかでもあんまり使ってないよな。
まあ、使ってるんですけど、同担拒否みたいなこと言ってますけど、はい、同担拒否してます。で、これ50、10、20で結構ピンチなんですよね。あ、どうしようかなどうしようかなまあ、手札入れ替えちゃいますか。同担拒否しながら、まあ、いい曲ですよね。はい、僕も脳汁を出さずにはいられませんと、コメントせずにはいられませんでした。8位、いいよどうしようかなこれこっちから止めりいいかな。はい。あっちから打ったのは、あ、これこうかな。相手多分闇打たずにはいられないと思うんですよね。これ上級者はここで闇打たじを選択してくるんですけど、多分さすがにフロンティアクオリティなんで、フロンティアクオリティなんで、そうね。そしたらこれが通るんですよね。神プレイありがとうございます。あー楽しい。このゲーム楽しすぎてやばいです。皆さんもぜひダウンロードプレイしてみましょう。ゴッドフィールド。今なら Apple Store、Google Play で無料配信中。最強無敵強靭戦士さん、大賛ありがとうございました。またまた今回は奇跡回ですね。奇跡回ですね。奇跡持ってる時の立ち回りなんかが参考になればいいですね。コメントの続きを読ませていただきたい。一戦目ドキドキ涙でドキドキしなかったのはなぜですか？前回の動画ですね。最後、こっちが、あと残り体力10で、で、相手が確か炎を持ってて、で、なおかつ相手が確か天国病なんですけど炎持ちで、ドキドキ涙を打てなくて、僕はその時は、ドキドキ涙失敗してしまうと、この瞬間ゲーム終わってしまうんで、もう一旦待って、抽選を待って、相手がね、発作で死ぬ方を取った方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、前回のミスでした。すいません。その説はすいませんでした。ゴフィ始めたばかりで、毎回参考にさせてもらってます。今回のは死に方があるあるで編集も含め面白かったです。そんな大した編集してないのに。いや、嬉しすぎる。もうこの人は褒めて伸ばすタイプですね。んー、竹林町ウリーまであるか。さすがにそれはない。これは氷で、氷からウルとかで展開して仕留めれたら御の字で、最悪キネがワンチャンあるかな、みたいな感じですね。この形式もいいぞ。でも僕は個人的にはこれぐらいなんかアホ。アホなコメントが好きです。っていうか、松田、おい。松田、お前、朝の4時半から何ちゅう動画見てんねん。皆さんは松田みたいにならないようにしましょう。で、これは、そうだね。スマイルの貝殻があったら、フラッシュダガーから、あ、じゃあ、フラッシュダガーウリとかのね、まあ、展開が作れたんですけど、で、相手ハートの貝殻持ってるんで、ちょっとフラッシュダガー、ここのウリは、いまいちですね。OK。いいよ。これ、相手、まあ、乱気流見せない方が良かったんまであるかも。この乱気流ね、一見普通に、まあ、普通のうちなんですけど、乱気流。これは、まあ、相手からの、あ、これは弾いていいかな。1枚ドローするのが目的なんで。あとね、体力30切っちゃうと、こっちの記念が角位置になっちゃうんで。だ かといってエンゼルの小手は、ちょっと叱るべき。相手が奇跡使ってきたりとかした、叱るべき時に残しておきたい。これ、ダガウリでいいか。OK。ここは丁寧に行きたい。丁寧に通していく。通していって、これで相手がうるあっても、先に先手取って仕留めることができるんで、海洋はまずくないか。海洋はまずくないか。まあ、落とさざるを得ないですね。ここは積極的に倒しに行きたいかな。OK、死なない。何も OK ではない。いや、乱気流きつい。乱気流きついんだけど、俺どっちがいい？風鍵か？いや、まあ、風鍵。いや、でも相手が天国層持ってた場合は、風鍵残しが正解になるんで。天国層持ってる確率ね、多分今の地点で、まあ、3%、4% ぐらいはあるんで、全然想定しといてもいいかなと思います。で、これは、絶対に跳ね返してはいけない、絶対に跳ね返してはいけないワンダーソードですね。相手の、通常武器絞ってるんで、こっちは。はい。当てたらでかい当てたらでかい当てたらでかい急に大声を出して。俺ね、苦情来ないか心配です。いや、大丈夫かダガー。ダガー。ダガーは、ただ、鎌が受かってないんで、防御力10以上のカードがあれば、鎌受かってるんで、先両替から入っても面白いかなと思ったんですが。さ、これは、ワンチャンあるよ。これは、次両替ですね、さすがに。さすがに、ここ次両替で、丁寧に行きたい。両替。022、あー、やられた待って、かわすしかないか、これ。やられたか。で、かわしてくれ先両替だった先両替だった俺は弱い。体力30切った時点で、先両替でした。いやー、これはやられた。うまかった。